石川県珠洲市で最大震度6強を観測した地震から今日で1週間です。その後も地震が相次ぎ、住民は不安な日々を過ごしています。5日午後2時42分ごろ、石川県珠洲市で震度6強を観測する地震が発生しました。この地震の後も、能登地方では震度1以上の地震が90回以上起きていて、住民は不安な日々を過ごしています。いつもがもう不安やよ。寝た心地がしない。めちょいちょい迷惑は。昼やったらこうしてほれ、人とおって喋られるけど、夜やったら出られんがいね。こちらは地震発生直後の珠洲市法隆町鵜飼の家の様子です。家の2階部分が車に突き刺さっています。地震から1週間、この家を今日見てみると、重機で解体されているところでした。また正院町の被害を受けた住宅では、少しずつ復旧作業が始まっていました。自分自身でも夜になって泣きながら考えてみると、やっぱりもう選んでおれない。 前進むしかない。進めないけれど進むしかないなっていう感じで。